ジャンボコココロチャンネルクッキングエンターテイナー大西哲也です。ディレクター黒崎です。よろしくお願いします。はい、もう年も暮れましたね。暮れました、はい、もうあっという間でしたね。1年あっという間でしたね。もう今年は早かったよ。なんてだってさ、なんかやっぱ3月ぐらいからこういろいろ世の中がさわーっと動いていろいろありましたね。本当にそうで花見すらしてないからね。本当ですよ。まだ桜咲いてないもん俺の中じゃさ。忘年会もね、そうだね、できず、いや新年会もね、本当はやりたかったけど、できなそうな雰囲気だよね。そうですね、はい、なんかやっぱりね、いろいろ考えたけどね、オンラインでとかさ、うん、やっぱりね、難しいよね。そうだね。で、会うってなったらやっぱりまだちょっとね、うん、心配だし、うん、あのご迷惑をおかけしたら困るしね。そうだね、うん、まあまあそんな感じで、うん、まあ、もう12月末ですけれども、ちょっと早いけれども、はい、はい、1年の振り返りをね、ああそうです、今日はしていこうと思います。こころチャンネル、うん、2020年最後の動画で、そうですね、ご挨拶ということで、はい、今年どんな1年だったかというと、はい、やっぱりね、俺ね、コロナでお店が、あ、はい、あの3月ぐらいからコロナになって4月5月とお店できなくて、いやどうなることかと、いや今でも思ってるけどね、どうなることかと思っていろんな事業をやったり、あと本出したりしたのはやっぱり大きかったかな。でそれからもお店もやりながら、やっぱりお店をさ、今までみたいに 100% でできないから、お店以外のことをいろいろやっていこうかなって思って、今年はね、全然その今までと違う取り組みをした1年だったなと思うね、個人的には。うん、そうだよね、うん、本当にやっぱり今年は全員、皆さん全世界そうだと思いますけど、うん、コロナの影響でね。そうだね。黒崎やりました。黒崎は仕事とかはどうでしたか？僕は今年はプライベートとか、でも今までも、うん、結構リモートワーク、今でいうリモートワークが近かったんですけど、うん、あの家の環境を整備して、うん、もう今後ももう要するにそこにね投資しても、うん、今後もそうであろうということを想定して、はいはいはい、あの家の環境を整えたりですね、あのデスクを買ったり、なんかさすごいでしょ。すごいっていうことではないですけど、うん、まあ、ちゃんと家に、うん、貧乏事務所の小デスクがあるような状態ですね。マッサージチェアとかあるの？マッサージメニューみたいな、マッサージ、うん、あの肩に乗せるやつ、ほら、はい、あ、はい、あれはありますけど、はい、あ、そうですね、今年はあの去年の末ぐらいから手首が痛かったりして、あ、手首痛かったあれ今年ですわ。あ、そうだね、いまだに、月に5、6回整骨院通ってますから。あちゃんとやった方がいいんじゃない？いや、そう、体を壊しましたね、そういえばね。体とさ、体とマックのキーボードはいい加減ちゃんとやった方がいいよ。ちゃんとした方がいいよ。マックのキーボードだから今使ってないわけですよ。うん、マック、あれ使ってないですか？あ、そうなんだ。あの、あれは、うん、デスクトップの置き方として置いてあるだけで、キーボードもディスプレイも、スピーカーも、あれはもう家では使ってないんです。あ、そうなんだ。そうなんです。そういう。そういう環境になりましたね。じゃあ、緊急時だけだ。あ、そうです、そうです。僕はそんなに大きくは変わらないけど、やっぱりこれからのことを考えるようになりましたね、うんうん、あとはね、俺は、うん、今年持ってる服を全部捨てて、あー、ありましたね、持ってる服を全部捨てて、新しくユニクロからあのファッションを作り始めて初めてこう、ちゃんとした格好ができるようになったっていう、そうだね、これ俺の中ではすごく大きい。今年は割とちゃんとした格好してましたね。いや、そう、あのメンズファッション研究家、スタイリストの大山俊さんの動画をぜひ見てほしいみんな。あのね、うん、でも、うん、だいぶ本人満足感を得てる感じもするし、うんうん、めっちゃまともになったなっていう、うんうん、ちゃんとしたなっていうのはあるんですけど、うんうん、まだ着られてますよ。いや、そうそう、いや、いや、その時期あるからまだ時期あるから着られてんなって思うもんね。あるからでもやっぱり別にさ、いや、着られてもいい、なんていうの、別に人から見られるのかどうかっていう話じゃないんですよ。モテたいとか、いや、いや、うん、もしもモテればめちゃめちゃいいよ。いやだけどそうじゃなくて、ちゃんと自分がちゃんとした服、ちゃんとした服って別に高い服じゃないよ、ユニクロだよ、ユニクロのちゃんとした服を着てるって、恥ずかしくない格好をしてるっていうだけで、すごくあの前へ向いて歩けるようになった。胸張って歩ける、うん、胸張って歩けるようになった。あ、確かに僕もちゃんとしたところに行くとき何着ていこうかなっていつも思ってます、うんうん、僕いつもこれだからいや、マーカーに帽子みたいなさ、うん、やっぱ大人だからね。いや、そうだね、30後半にしてやっとそれにたどり着いたよ、うん、そう、やっぱようやくだよ、本当にまあ何もね、いや、スーツじゃないちゃんとした格好、そう、おせよってさ、うん、言われると思うよ、うん、俺はほとんど人からしたら遅いけどいや、でもさ、何事も遅すぎることはないから。ああ、そうね、やらないよりやった方がいいし、そう、
人は変われるから、チェンジは大事。まあ、そう、まあ、それがね、すごい良かったね。なるほど。うん、プライベートでは。あと動画的にね、うん、今年どんな動画が出たのかっていうのを今僕が携帯で見てるわけですけども、うん、短い動画が去年末ぐらいから始まってまして、はい、Yahoo さんで出させてもらって、その90秒動画というのが、あ、ヤフークリエイターズ始まったのも今年か。今年じゃないですかね。そうか、そうか、で、今年はウーム辞めました。ウーム辞めましたね。ウーム辞めた動画を出しました。はい、あとスイーツの動画を出しました。ほら、聞いてるやつ。あー、クレープシュゼット。クレープシュゼット。あー、そうだね。今年はクレープシュゼットもやったし、ゴルゴンゾーラチーズケーキもやったし、はい、今年はスイーツ出しました。ね、それとに、あと包丁講習会の動画やりましたね。あー、そうだね。はい、4年間前にやったんですね。包丁もね、まともに考え出したのが今年だね、去年の末か今年かぐらいだね。 T シャツ出して、あ、 T シャツね、はい、T シャツ今持ってますけどね、うん、T シャツ販売しております。そのあたりからサブ動画と呼ばれたまかない動画が本編での公開からセカンドチャンネルの公開に移りました。なるほどなるほど、はい、これ結構、ね、いろいろさ、すごいチャンネルもいろんな制作をしてるんだよね、はい、動画の本数当時週に3本上がってたんですよ、まかない動画と、短い動画と、本編と、そうですね、もしくは本編2本だと、が今は一応週に1本、力のある動画を週に1本ってスタイルに変えました。バーって並んだ時にちゃんとちゃんとした動画がいっぱい並んでる方が見栄えがいいなって思ってそうしました。そういう方向に行きましたね。あとサラダの動画が出てね、ドレッシングが好評ですね。ドレッシング好評だね、はい、サラダの動画が伸びないのドレッシングが好評そうです。あとアラムさんとコラボ、アラムさんとのね、はい、バターチキンカレーね、で豚丼が好評でしたね。あ、豚丼ね、はい、あとは簡単だし作ったレポートも多いしね。そうですね、うん、豚丼大好評ですね、うんうん、あとニャンタコさんに食わせるはずだったウニステーキ丼はいはいはい、はい、あとお酒の日本酒のお仕事で、そうだね、今年はそう日本ココロ日本酒元年でもあったもん。そうだね、日本酒、うん、お店としてもね。そうだね、俺は個人的には今年ぐらいからかな、一昨年の末ぐらいから日本酒の勉強を始めて、そう去年1年間いろいろ飲んで、ようやくその日本酒ってなんだって分かってきたのが今年の初めぐらいは。あとはファビオさんとのコラボが春にありました。ああ、はい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 、はい、ありましたね。ファビオさんね、ファビオさんは今はね、グラメゾンのまかない飯じゃなくて、ファビオ飯っていう、そうそうそう、はい、チャンネルで頑張ってらっしゃいます。違うチャンネルやって、グラメゾンのまかない飯も、チャンネルはあるけど、それはそれで違うチャンネルとしてね、やってます、はい、ぜひ応援してあげてください。はい、よろしくお願いします。あと激辛四川麻婆豆腐、これすごい良かったですよね。紫好きだよね、それ。ああ、そう、これすごい。あとよだれ鶏、ああよだれ鶏ね、鶏だね、バンバンジーサラダチキン、はい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 、ね、サラダチキンラッシュ、バンバンジー全然伸びねえなと思ったけど、今見たらまあまあ伸びてんじゃない。そんなことない。そうでもない。4万再生。あ、4万再生はダメだわ。みんな見てバンバンジー。あ、餃子、あ、餃子ね、焼きそば、はいはいはい、この辺ね、そうだね、そのあたりからありましたね。なんか俺がね、ちょっと一般の人にもちゃんと、あ、なるほどね、そう、料理好きだけじゃなくて、はいはい、一般の人にちょっと目線を向けてきてるのさ、はいはい、そのあたりから、今年の夏頃から多分で、この辺でまあ、コロナの影響もあって、通販、来月のコロナの通販が始まりまして、はいはい、カレーを改めて作ったりね、したり、そうだね、クラウドファンディングもね、そうですそうです、ところがね、まな板の新しいやつの新型のまな板ね、ありがとうございました。はい、今年はいろいろ案件お仕事いっぱいいただいて、本当にありがたかったです ね、 そうね、しかも大きい会社さんからたくさんもらいましたから、いや本当にすごいいろんなお仕事させていただいて ね、我々もなんかね、素人で適当に動画作って始まったけど、もうなんかプロフェッショナル、プロフェッショナルと言わざるを得ない感じだったね。プロクリエイターになりました、今年はさすがに。そうだね、そんなね、我々そう、すぐですからとか言ってられないですからね、環境に追いつくために頑張ってるっていうところあるね、俺も料理もね。あとね、北海道でね、オリジナル、エンさんで、ああそうだね、コラボメニューが出たり、今年ね、新年会以外にロピアさんと一緒にやってないんですわ。あ、本当大変だ。あ、本当、この間おしゃべりしに行ったけど、そう、個別では連絡取ったりさ、ね、いろいろやってるんだけどさ、それだけだ、ね、誰も取ってないです。いや、そうだね、いや、この間もさ、ロピアさんとおしゃべりしてきてさ、いや、こういうのやりたいんですよ、コラボでとか、すごい話してたから、お楽しみに。やるし、やりたい気持ちはあるし、
なんか別にそうになったわけでも全く全然そんなことないけど、やっぱいろいろね忙しいわけですよ。一歩一歩と宮田君みたいな感じになってる。結局できないのかなじゃないかみたいな。いつの間にかロピアさんの方がね。ああ確かに。そうチャンピオンになっちゃってる。なるほど、ね。じゃあ我々が宮田君だってことですか。随分気が。絶対にあっちが宮田さんでしょ。泥臭さで言ったら我々のね。宮田もさ、ほら東太平洋チャンピオンそうだね。ジョルのね。それはそれで。じゃあね、来年のね、ご挨拶の動画もちょろっと出るんで。いやそうですね。来年の抱負とかはまたそっちの動画でお話しして。そうだね。来年の話したら鬼が笑うっていうから。去年もそんな話してる。はい。ということで今年は本当に皆さんの応援があっての今ですからね。はい。これからもぜひご一緒にお付き合いいただけると幸いでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは皆様。良いお年をまたお会いしましょう。いくぞ。1、2、3、しゃけ。良いお年を。良いお年を。二人とも良いお年を噛むことある。ココロチャンネル。チャンネル登録、グッド評価、よろしくお願いします。福山雅治です。